なんでこんなに運が悪いの？ピザが1枚だけよ。運がいいのは私だからよ。本当に運がいいのは僕だよ。見てこのピザタワー、すごい。アレックスはそんなにたくさんあるのに私は1枚だけなの？そんなのずるいじゃない。文句言わないで早く食べて。美味しければいいんだけどな。みんなのピザよりも美味しそうね。おいしい。私が大好きなチーズがたくさんあるわ。ねえ、僕はゴミ箱じゃないんだけど。おお、やめて。もう何よ、わざとじゃないんだから。私も早く食べたいな。見てるだけでよだれが出てくるの。手を汚さずにパパッと食べられる方法を思いついたわ。わあ、すごいね。すごい、そんなこともできるんだね。どうやったの？美味しいから何でもできるのよ。あれ？何これ？ピザどころじゃなくなったみたいだね。僕たちが代わりに食べるよ。美味しい。早く元に戻さないと。ああ、よかった。私のピザは？誰が食べたの？誰が食べたのかな。二人の仕業なのね。恥ずかしくないの？恥ずかしくないよ。今はピザタワーのことしか考えられないんだ。ついに食べる時が来たよ。下から食べるの？そうだよ。ほら、言ったでしょ。ああ、ピザが空から降ってきたね。ニンニクなの？大嫌いなのに。ニンニクが好きな人なんかいるの？運が悪いわね。私は一つしかないわ。OK。 からかわないで早く食べて。私は勇敢だから簡単に食べちゃうわ。吐かなければいいんだけど。やっぱり無理っぽいわ。こんなの食べられない。もう食べないわ。ダメだよ、最後まで食べないと。ミラのためにニンニクプレスだって用意したんだよ。口の中にニンニクを流してあげようか。いやよ、吐いちゃうじゃない。ダメだ、早く口を開けて。ああ、最悪。口の中で猫がうんちしたみたい。ああ、僕も匂いを感じるよ。すごい匂いね。ガムを持ち歩いててよかった。ありがとう。私もみんなも嫌な思いをしなくて済むわね。今度はアレックスの番ね。食べなくてもいいんじゃない？見て、綺麗なアクセサリーができたよ。遊んでないで早く食べて。わかったよ。でもまずは皮を剥かないと。ちょうどいい花瓶があるよ。これでニンニクが食べられるね。すごいでしょ？食べよう。ああ、こんなにまずい食べ物は初めてだよ。すごい臭い匂いなのね。洗濯バサミでなんとかしのげるわ。最悪の場合はスプレーでなんとかするの。まだまだ臭いわ。口にスプレーしないと。やった、危険だから良い子のみんなは真似しないでね。匂いが消えたよ。やった。ジュリーは何してるの？早く食べてよ。子供の時から嫌いだったのよ。顔が緑になったら助けてくれる？
すごくまずいわ。最悪。なんでそんなに急ぐの？急がなくてもいいのよ。早く食べ終わりたいの。すごいスピードだね。ジュリーすごい。あと少しよ。すごい。どうやってそんなことするの？終わったわ。ニンニクはもうない。ああ、さっきよりもひどい匂いだね。悪いけどこうするしかないみたい。ジュリーのせいで気絶したくないからね。ひどいじゃない。やった、これで匂いがなくなったね。私もだいぶ良くなったわ。チックタックもっと食べたいのに。僕はラッキーだよ。運がいいのはジュリーだと思うわ。そうね、やっとたくさんのお菓子が食べられるわ。一番運が悪かったのはミラだから先に食べてもいいよ。一粒しかないからすぐに終わるわ。美味しかったけど少ないわ。アレックスの番よ。やった、やっと食べられる。あれ、なんで何も出てこないの？アレックス、運が悪いわね。あー、こぼしちゃったよ。でもストローを使えば食べられるよね。終わったよ。今度はジュリーの番ね。見て、私はこんなにたくさんのお菓子が食べられるのよ。みんな分足りるんじゃない？二人とは分けないわよ。チックタックが大好きだから一人で簡単に食べちゃうの。意地悪だね。大丈夫よ、盗みましょう。これでお菓子は私たちのものになったわね。待って、盗むなんてひどいじゃない。証拠はないでしょ。僕たちじゃないよ。仕返しするわよ。待ってなさい。手を上げて、くらえ。どうだった？これでもう何も盗めなくなるわよね。あ、チックタックだ。早く食べよう。そうね。おいしい。あれ、チックタックがないわ。全部使っちゃったのね。分けてくれてありがとう。どうぞ。確認できました。すごく美人さんだな。女神みたいだよ。ああ、こっちに来る。綺麗な女性だ。すっごく暑いですね。チケットはパスポートの中にあります。今日も私は人気ね。皆さんさようなら。私はそろそろ登場しないと。みんな追いかけよう。どこに行くんですか？チケットを見せてください。私の飛行機ね。さっきの人すっごく綺麗だった。おお、疲れたわ。やっと楽になるのね。さあ、私の可愛い子ちゃんたち。嘘でしょ。旅行の始まりよ。チケットを拝見します。確認できましたが、動物を連れてくるのはいけませんよ。嘘でしょ。でもいいこと考えた。帽子の中に隠せばいいのよ。じゃあね。バイバイ。私がしっかり様子を見ていますから心配しないでください。ちょっと確認したいことがあります。あ、動物ですね。動物を連れ込んではいけませんよ。しかしご安心ください。お客様が戻ってくるまで彼女はここで待っています。
帽子を確認してもいいですか？それならマジックを見せましょう。じゃじゃーん、パスポートはここにありますよ。早くその帽子を見せてください。あれ？ごめんなさい。どうぞお通りください。何にもないですね。こんにちは。かわいそうなウサギちゃん。すみません、僕ならどうすればいいか知ってますよ。ほんの少しのマジックで小さなお友達を取り戻すことができますからね。あ、いましたいました。すごい、ありがとうございます。動物はいないみたいですね。こんにちは。パスポートの確認はできましたが、そのバスケットの中を見せてください。どうしよう、猫がいるのに。その顎素敵だって言われたことありませんか？写真を撮りたいんですけど。まあいいですよ。でも待ってください、まずは櫛で溶かします。はい、大丈夫です。うまくいったわ。早く飛行機に乗らないと。すみません、急いでますので。あれ、空のバスケット。何か気配を感じるな。こんにちは。通ってください。やった、ここが私の席ね。すぐに出してあげるわよ。あー、かわいい。撫でてもいいですか？もちろん。かわいい。アレルギー。アクション。こんにちは、いい旅を。パスポートを見せてください。動物はいませんか？いないなら大丈夫ですね。待ってください、バレたか。ハムスターですか？どんな動物でも飛行機に連れ込むのはいけませんよ。なんでこんなにひどいルールがあるの？カエルも持ち込むのもきっといけないのよね。この本はもう読み終わったから、ちょっと細工しても大丈夫よね。こうやって切り取って中にカエルを入れるの。いい感じ。さあ行くわよ。チケットです。行ってもいいですか？まずはスキャンをします。問題ないですね。良い旅を。こんにちは。私の席ね。荷物は上に置くわ。まもなく離陸します。うまくいったわ。私の可愛い子ちゃん、ここにいる？何？頭の上に何かいるわ、助けて。ハロー。こんにちは、チケットです。大丈夫かい？申し訳ございませんが、動物を機内に連れ込むことは禁止されています。え、今の聞いた？ダメだってさ。でもいいこと考えた。行こう。いい感じだね。チケットを拝見します。あ、大変だ。どうされましたか？大丈夫です。いや、大丈夫じゃないです。すぐったい。どうしたんですか？面白いジョークを思い出しただけですよ。本当にそうですか？何があるのか見せてください。やっぱり動物を持ち込もうとしたんですね。あれは何ですか？早く逃げよう。どこに逃げたんだ？わかりません、見逃しちゃったよ。こんにちは、チケットです。確認できました。動物を機内に持ち込むのはいけませんよ。私が金魚の世話をしますから、お通りください。離れ離れになるのなんて嫌よ。どうしましょう。あ、そうよ、ちょっとどいてください。早く私を通して。それは何ですか？動物を持ち込むのはいけませんよ。なんてことしたんですか？ごめんなさい。
私の席ね。What? 何これ、ヘビだ。きっと面白くなるはず。早く蓋を開けよう。ビータから始めて。やだ、なんて最悪なの。というよりかトゲトゲだね。私本当にこのサボテンを食べなきゃいけないの。怖いわ、トゲが刺さっちゃう。まあいいわ、なんとかなるはず。痛い、もういいでしょ。まだまだよ、早く食べな。あ、いいこと思いついた。トゲを全部切っちゃえば痛くなくなると思う。ちょうどいいパンチだってあるわ。じゃーん、これで噛むたびに痛い思いをしなくても済むわ。サボテンが美味しいといいんだけど。どう？すごく早く完食したね。そんなことないわ。すごくまずい。伝わったよ。次は僕の番だね。待って、レディーファーストよ。それに私のは美味しそうなアイスクリームなのよ。早く食べなきゃ。ビーター、私のアイスどこに隠したの？早く隠して。いやよ、よく見て、丸い形をしてるでしょ。私のよ。それぐらい簡単に直せるわ。温度を上げればアイスクリームもドロドロの液になる。でもコーンが三角だからその液は私のものよ。できた。なんて美味しいの。ビータにあげたら絶対に後悔してたわ。美味しすぎるの。アレックスも蓋を開けて。すごい、なんて綺麗なんだ。美味しそうなサンドイッチだよ。早く食べたいな。誰とも分けなくていいのも嬉しいな。これは全部僕のものだ。自分のだけだって。サンドイッチを食べるための作戦を思いついたわ。アレックス、ビータが呼んでるわよ。この包丁で四角いサンドイッチを切れば2つの三角になるわ。ごめんねアレックス、でもこうするしかなかったの。私もお腹が空いてるのよ。そうきたか。だったらこの三角のサンドイッチに同じ三角の唐辛子を入れちゃおう。反応を見るのが楽しみだ。おいしい。アレックス、残念ね。あれ、逆によかったわ。え、何かおかしいわ。え、どうしてサンドイッチに唐辛子が入ってるの。助けて。火を消すのにぴったりなものがあるよ。早く飲んで。早く貸して。私が飲んだのは何だったの。あー、すごい、いいショーが見れた。さあ次は何が出るかな。リータはチップス、私は、あ、美味しいものが当たるといいな。ドッグフードって。僕は犬じゃないのに、こんなの食べたくないよ。その必要はないわ、私が先に食べるからね。早くスイカを食べたいな。なんてジューシーなの。真夏日にはぴったりね。私でもスイカを食べる方法を思いついたわ。この専用スプーンを使うの。ケイシー、スプーンをどうぞ。そっちの方が食べやすいわよ。ありがとう、本当に食べやすいわ。残念、これでスイカは私のものよ。丸く切ってあるじゃない。今度からは気をつけてね。やったわね。くらえ、外れよ。いくらでも投げていいわよ。私はスイカを食べちゃおう。あなたのせいでスイカもあと少ししか残ってないじゃない。残りは誰にも渡さないからね。おいしい、完食よ。ビータ、あなたの番ね。チップスはきっと美味しいわ。プリングルスならなおさらね、大好きなのよ。私もよ。だからビータからチップスを奪うの。振るだけで手に入るから楽勝ね。おかしいな、どうして空っぽなの。チップスはどこ。大変だわ、誰の仕業なの。チップスはどんな形でも美味しいでしょ。
でも僕はドッグフードを食べなきゃいけない。こっちの方がまずいよ。匂いを嗅いだだけで吐いちゃいそう。食べなくてもいい？ちゃんと食べなさい。見てみてよ、まずそうでしょ。味見だけでもしてみないとか。ああ最悪、まずいよ。ドッグフードは専用の食器で食べるのよ。私が持ってきたことに感謝しなさい。感謝するよ。これでもっと見栄えがひどくなった。スプーンで食べるのは絶対に無理だ。手伝ってあげるわ。動かないでね。必ず入れるわよ。えい、どう？おいしい？これよりもまずいものは食べたことがないよ。これの何が面白いの？本当の面白さはこれから僕が見せてやる。なんてことしたの？私たちにまで犬の匂いが移るじゃない。楽しいね。今回運がいいのは誰かな？見てみましょう。私じゃないみたい。僕は運が良かったよ。お寿司は大好きだ。私もよ。チョコレートが当たった。それにとても美味しいチョコなの。お店ではなかなか見つけられないから貴重よ。みんなも美味しそうによだれが垂れているでしょうけど、私は絶対に分けないわよ。美味しい。もっともっと食べちゃいたいな。食べられてよかった。でもその前に空手の技を見せるわよ。ほらすごいでしょ。私はいつでも仕返しできるのよ。これからすごい技を見せるわ。チョコレートを口でキャッチするの。それだけじゃないわ。一つぐらいなら誰でもキャッチできるし、全部一気にキャッチするわ。一つもキャッチできなかった。恥ずかしいわ。気にしないで。これで僕もお寿司を食べられるし。まずはお箸を取りな。僕はお箸を使えないんだよ。今から使い方を学習すると一つも食べれなくなる。でもお箸の使い方さえ変えてみたらどうかな。例えばお箸にお寿司を刺してそのまま食べるとか。食べやすいし手も汚れないよ。私とも分けてくれる？いやだ。それにお寿司なんていらないでしょ。ジューシーなレモンを食べな。どれだけ酸っぱいのか想像できるわ。はあ、いやだ。まさかレモンがブーメランみたいに戻ってくるとは。どっか消えて。レモンはリータの運命だったみたいだね。なんてバカバカしいルールなの。そうよ、レモンを少しマシにする方法さっき思いついたわ。顔を向けばいいの。あ、ごめんアレックス。でも新しい髪型の方が黄色い T シャツによく似合うわよ。よし、おふざけもここで終わりよ。あー、レモンのせいでおかしくなったわ。ひんやりとしたシャワーが必要。これでだいぶ良くなったわ。面白い顔だね。玉ねぎだけはやめて。臭くなるのなんて嫌よ。なんて大きなピザなの。最高だわ。僕は一番美味しいシュワシュワの飴だ。まずは私がこの玉ねぎを始末してもいい？最後に残すのだけは嫌だわ。どう？美味しい？もうからかわないでよ。本当に辛いのよ。この玉ねぎがどれほどまずいかも知らないで。きっと一口食べただけで吐き出すわよ。私も戻しそう。なんて臭いの？ごめんなさい。あら、ケイシーのピザの上に丸いサラミが乗ってるわ。私のものってことね。こんなに美味しいものが私を待っているって考えると嬉しいわ。丁寧に切れば四角いピザができるね。僕も食べれるってことだ。僕にはシワシワのキャンディーもあるから手を汚さないようにしないと。なんてことするの？恥ずかしくないの？私のピザなのよ。四角いから僕のだよ。はあ、ほとんど何も残ってないわ。でも全部食べられなくてよかった。少しは食べられるわ。
僕にはシュワシュワのキャンディーが一袋もあるよ。早く食べてみたいな。見た目は美味しそうだよ。ああ、本当にすごいわね。期待しないでね。全部僕一人で食べるから。美味しい。もっともっと欲しいよ。欲張りね。上から雨が降ってきたらどう思う？あはは、これでいいのよ。私たちを怒らせるとこうなるわ。